マンチェスター郊外のディズバリーに着陸するルイポーラン期1910年のロンドンマンチェスター間エアレースはデイリーメールにより1906年にロンドンからマンチェスターまでの飛行にかけられた検証金1万ポンドのデイリーメール航空賞に服用機ファルマン3を用いて2人のパイロットが挑戦したものである。1910年4月23日に挑戦したクロード・グラハム・ホワイトは エンジントラブルにより着陸し、さらに強風により飛行の続行が不可能となった上、地上で機体が破損し、失敗。機体の修復が行われ、27日に再挑戦することとなった。4月27日、クロードグラハム・ホワイトに先立ちリイ・ポーランがロンドンを立った。数時間後には、クロードグラハム・ホワイトも後を追った。翌28日の未明、世界初となる。 夜間飛行により、ルイポーランにほぼ追いついたものの、化石祭により、正気を逸した。28日の早朝、ルイポーランがマンチェスターに到着、賞金を勝ち取った。この飛行は、当時のイギリスにおける最長距離のエアレースであり、初の重航空機による夜間離陸、市外からマンチェスターへの動力付き航空機の初飛来、成し遂げられた。1950年には、 40周年を記念して、ルイ・ポーランがイギリス空軍のグロスター・ミーティア T7 に同乗して同じルートをたどっている。1906年11月17日、ロンドンからマンチェスターまでの185マイルの初飛行に対し1万ポンドの検証金をデイリーメールがかけた。条件は着陸2回以内、24時間以内の完了であった。また、発着は、 両都市のデイリーメール社から5マイル以内とされた。動力推進を可能とした航空機の発明とデイリーメール航空省は密接に関連しており、社主であるノースクリフ施設アルフレッド・ハームズワースは航空機産業の発展を促すことに熱心であった。例えば、1908年にはイギリス海峡横断2000ポンド、1909年には イギリス人によるイギリス機を用いた1マイルの周回飛行に1000ポンドの検証金を出している。1910年、この計画に2人の挑戦者が名乗りを上げた。イギリスのクロード・グラハム・ホワイトとフランスのルイ・ポーランである。1879年生まれのクロード・グラハム・ホワイトは、1909年にルイ・ブレディオのイギリス海峡を横断飛行に影響されて、フランスで航空機の操縦を学び、 1910年1月に、フランス飛行クラブによって、イギリス人初のパイロットライセンス保持者となった。一方で、飛行学校を開いたが、その年のうちに、イギリスへ移動している。ルイ・ポーランとして知られる1883年生まれの、イシドール・オーギュスト・マリーイ・ルイ・ポーランは、軍でシャレイ・コール・ムードン気球学校にて学び、ガブリエル・ボアザンの服用機が採用されるまで、フェルディナン・フェルベールを補佐した。 ポーランは自作の機体で操縦を身につけ、8月17日にフランス飛行クラブの10番目のパイロットライセンスを取得した。1909年10月にはブラックプールでの競技会に参加し、ブルックランズサーキットで展示飛行を行うなど、当時のイギリスで知られたパイロットであった。この他アメリカ合衆国を含む各地のエアショーに参加しており、1909年7月にで、 飛行高度と飛行時間の新記録を作っている、クロードグラハムホワイトクロードグラハムホワイトが最初の挑戦者となった。ロンドン郊外のパークロイヤルにあるプラムスホテル側から4月23日午前5時に出発する計画を立てた。ジャーナリストと見物客が午前4時には群がり、さらに多くが自動車で到着し、総数は200から300人に達した。タイムズが記すところでは、 空は澄み渡り星が芝叩き、気温は低くわずかに霜が降りていた。4時30分に到着したクロード・グラハム・ホワイトは、ファルマン3の準備を始めた。機体は構内から地上に引き出され、7機等 50HP のロータリーエンジンが始動した。短期運転が終わると操縦席につき、姉妹、母親、そしてアンリ・ファルマンら数名が成功を祈った。5時12分ごろ、 霜で凍った草の上を30から60ヤード滑走して離陸した。離陸後、デイリーメール社から5マイル以内という条件を満たすため、ウォームウッドスクラブズのガスタンクへ向かった。ガスタンクの上で待機していた、王立飛行クラブの事務局長、ハロルド・ペリンが、スタートフラッグを振り、クロード・グラハム・ホワイトの挑戦が始まった。応援に集まった数千人の観客が予期した通り、機体は、 出発地点上空を通過して、北西のウェンブリーへ向かう進路を取った。ワトフォードを5時35分、レイトンバザードを6時15分に通過。観客がロンドンノースウェスタン鉄道上空を飛行する、機体を迎えた時点で、高度は400フィートに達していた。その間、ハロルド・ペリントエンジンを供給したノーム・エローヌの技術者2名は2台の自動車で、ラグビーへと向かった。 しかし、二台の自動車の一方は野原を通過して、ショートカットを狙ったところ船で事故を起こし、カズトが重傷を負った。彼は青ざめ、しばらくは歩くのも辛い状態であったと報じられている。それでも彼を応援するために出迎えた人々に、微笑もうとしていた。両手はかじかみ、葉はガチガチとなっていた。飢え死にしそうだよと、食料と暖を求めるのであった。 デンビー教夫人が彼女のマフを貸し、別の夫人が毛皮を首に巻いた。タイムズ、レポーティングオン・グラム・ホワイト、エス・コンディション・アポン・ランディング・アット・ラグビー。最初の着陸地点に選んだラグビーには、7時15分過ぎに到着した。ロンドンを立った自動車は10分前に到着しており、同乗していた技術者が、機体のメンテナンスを行った。ロンドンを離陸したニュースはこの地にも届いており、 数多くの人々が集まっていた。群衆はボーイスカウトによって機体からは隔離された。近くのゲディングスファームでコーヒーとビスケットを食し、これまでの工程について語った。ここまで飛行してきた空はあまりに寒く、そして出発時点で私は寒気を感じていた。目は気持ち悪いし、指はとてもかじかんでいるんだ。この時点で平均速度は推定40マイルパーアワーであり、 数台の自動車がロンドンから追ってきていたが、着陸時点で追いついてきたものはなかった。8時25分ラグビーを離陸。しかし、次の目的地であるクルーにたどり着くことはできなかった。ラグビーの郊外30マイルでエンジンの吸い込み弁に異常が発生し、リッチフィールド郊外4マイルのヘイドモアノの野原に不時着した。この場所は185マイルある全皇程の115マイル地点であった。 着陸により降着装置であるスキットを損傷。技術者は、電報で指示を受けた。修理が必要となり、自動車でやってきた母親を見送ると、その間を昼食と数時間の睡眠に当てた。見物客が群衆となり、野原を所有する農家は使用料の請求に現れた。近在の兵舎より兵士が派遣され、機体に群衆が近づきすぎないようにした。日が沈み、風は勢いを増した。 午後7時、強風のために離陸は不可能と判断。制限時間の5時15分までにマンチェスターに到達できる妙朝を3時に再挑戦を決めた。だが、3時30分になり計画続行を断念し、マンチェスターへ移動して再挑戦することにした。兵士たちに機体を地面へ経流するように求めていたが、指示は無視された。翌日の夜、強風によって機体は、 大きな損傷を受けることとなった。1909年のルイ・ポーラン・クロード・グラファム・ホワイトの機体はロンドンに戻り、25日にはウォームウッド・スクラブズにあるデイリー・メールの格納庫で修理が行われた。その頃、ルイ・ポーランが展示飛行を行ったカリフォルニアからドーバーに到着した。別の挑戦者としてエミール・デュ・ボネが加わり、数日後に挑戦することになった。 4月27日、クロード・グラハム・ホワイトの機体より、新しいルイ・ポーランのファルマン3が、ヘンドンより到着した。11時間未満で組み立てられた機体は、午後5時21分、ルイ・ポーランの公式な出発地点であった、ハムステッド墓地を離陸した。10分後、ハーロー上空に到達、ロンドンノースウェスタン鉄道の線路沿いに飛行を、継続した。 鉄道会社はこのイベントに際して、枕木を白く塗って正しい経路をたどることを容易にしていた。機体を追う特別列車が仕立てられ、ルイ・ポーランの妻とアンディ・ファルマンが乗車した。他の関係者は自動車で後を追った。クロード・グラハム・ホワイトは、同日の早い時間にテスト飛行を行う予定であった。しかし、集まりすぎた群衆が邪魔になり、離陸することができずにいた。 二日を機体の再建の監督に費やしていたため、近くのホテルで就寝した。午後6時10分、気象と共に、ルイポーランが挑戦を開始したことを知らされ、後を追うことを決めた。この時、群衆によって、離陸に必要な空間の確保を阻害されることはなかった。エンジンを始動し、6時29分にスタートラインを通過1時間でレートンバザードに達したが、この時、 ルイポーランはラグビーを通過していた。夜が迫り、ノーサンプトンシャーのロードで、線路沿いに着陸した。私は歓声を上げ歌った。私の声は、特段魅力的なものではないだろうが、空の上では気にするものは誰もいない。ラグビー付近で、20分ほど雨嵐が私に激しく、叩きつけられた。私は、宇宙の飛行には慣れていないが、 幸いにもそのためにどれだけ不快であっても飛行に影響を出すことはなかった。高度こそ様々なものを取ったが、一定のペースで飛行を続けることができた。ルイポーラン15分後、ルイポーランは117マイル地点にあるリッチフィールドに到着。この時点で燃料が尽きていたが、リッチフィールドとレントバレー駅付近に着陸を成功させた。機体を地面に固定し、支援者と共に、 ホテルで一泊した。同じ頃、クロード・グラハム・ホワイトはリャン博士の家に宿泊していた。両者は共に午前3時を再開時刻と考えていた。未だ60マイル遅れをとっていたクロード・グラハム・ホワイトは歴史的な決断をするに至った。前例のない夜間飛行である。自動車のヘッドライトを誘導灯として午前2時50分に離陸した。離陸して、 数分後墜落の危機に陥った。快適な位置に身を落ち着けようと前に伸びをしたところ、ジャケットがエンジンの点火スイッチに触れ、エンジンを停止させてしまったのである。だが、このミスは素早く回復され、飛行は継続された。夜の闇の中、駅の明かりを目標として飛行し、40分でラグビーに3時50分にはヌニートンを通過した。飛行は順調であったが、 エンジン出力に対して燃料、オイルの化石災が発生していた。標高の高い地点で飛行を維持できなかったのである。107マイル地点のポールズワースにて着陸、この時、ルイポーランに10マイルまで迫っていた。数分後、この追撃を予期していなかったルイポーランが出発した。午前4時45分スタッフフフォード、5時20分クルーを通過し、 5時32分ディズバリー近くのバルシクルフトフィールドに着陸した。ここはマンチェスターのデイリーメールのオフィスから5マイル以内にあることから条件を満たし、検証金を獲得したのである。一行は鉄道でマンチェスターに入り、市長による歓迎式典に臨んだ。ルイポーランの成功を知らされたクロード・グラハム・ホワイトは以下のような声を発したと伝えられている。 新士淑女の皆様、一万ポンドは世界最高の飛行家、ルイ・ポーランが獲得しました。彼と比べれば私は入門者に過ぎません。ポーランに万歳三照。そのまま就寝し、彼を置いてメカニックは機体の修理を行った。後にルイ・ポーランに祝電を送り、その成功を祝している。その後マンチェスターへの飛行を再開し、タムワースまで到達したが、 そこで飛行を取りやめている。リッチフィールドで展示されるルイポーランキロンドンのサボイホテルで行われた食事会の席上4月30日、ルイポーランは1万ポンドの小切手の入った金の箱を授与された。会はデイリーメールの編集者トーマス・マーローが主催しフランス大使ポール・カンボンを含む招待客を迎えた。クロード・グラハム・ホワイトには 紅白白ののバラで満たたた。さされれ銀のボールが授与された私がイングランドを訪れるのは2回目ですが、私がこれまでに訪れた国の中でこれほど真心から歓迎してくれた国はないと言わなければなりません。私はこの成功は優秀で勇敢な競争者であったミスター・グラハム・ホワイトあってのことであると心から信ずるのです。拍手私は彼のような競争相手をこの戦いで持てたことを 誇りに思います。フランスと世界各国の飛行家の名において私は偉大なイギリス史デイリーメールに感謝を捧げます。公正な賞金は航空科学にとってこの上ない古武となり他のいかなる機関よりも大空の彫刻への貢献となっているのです。ルイ・ポーランによる受賞スピーチこのイベントは世界初の長距離エアレースとなった。クロード・グラハム・ホワイトによって 重航空機による初の夜間離陸が行われ、パイロットが地上との位置関係をつかむことができれば、夜間の離陸、飛行、誘導が可能であることが証明された。これは友人の助けを借りて行われ、宿の壁に置かれた自動車のヘッドライトが証明として用いられた。ルイポーランによるディズバリーへの着陸は、マンチェスターに動力付き航空機が市外から訪れた最初の例となった。 ブループラークによって記憶に留められることになり、着陸地点付近のポーランロード25から27に、ある1930年代の2軒一棟の家屋正面の壁に固定されている1936年1月16日には、パリのフランス飛行クラブで25周年が祝われた。ルイ・ポーランとクロード・グラハム・ホワイトを招いて開かれた宴会には、航空大臣、ビクトル・ドゥナン、 当時の国際航空連盟会長ジョルジェ、バレンティン・ビベースク王子、ハロルド・ペリーン、そして初期の有名な飛行家や製造者で存命であった、ファルマン、ボアザン、ルイ・ブレゲー、ルネ・コードロン、ブレリオ、アレッサンドロ・アンザーニ・等が参加した。1950年4月28日、ルイ・ポーランはすでに操縦からは身を引いていたが、40周年を記念して、 ロンドンからマンチェスターまでの飛行が行われた。この時は、イギリス初のジェット戦闘機グロスター・ミーティアの複雑練習機型 T7 の乗客として飛行した。400マイルパーアワーでの飛行を終えたルイ・ポーランの感想は、C ・シーエイテ・マニフィーク。これは、私が夢見ていた振動もプロペラもない航空機だで、であった。デイリーメールは、クロード・グラハム・ホワイトと共に、王立飛行クラブで彼を艦隊した。 ありがとうございます。